スワン内ベルアイル海峡ベルアイル海峡はカナダのラブラドル半島とニューファンドランド島北部の間にある海峡。大西洋とセントローレンス湾の北側をつないでいる。名前の由来は海峡の大西洋側にあるラブラドール半島のテーブルヘッドとニューファンドランド島のボールド岬との中間点にあたるベル島という小島から一般に 世界の果てが見えると言われるほどの絶景が有名な地。長さは1 2 5トル幅は最大で6 0トル最も強愛な部分で1 5トルで、平均では1 8トル海流が極めて強く、海峡を船で通ることは非常に危険である。海峡の深さは場所によっては数百メートルに達し、年間8ヶ月から10ヶ月間にわたり、 海氷が漂い、天気も、強風や霧などが多く変わりやすい。この海峡は、セントローレンス湾の北側の出口にあたる。セントローレンス湾には他にも、南のカボット海峡と乾燥海峡という出口があるが、ベルアイル海峡もこれらの海峡とともに、五大湖からセントローレンス側、大西洋へと続くセントローレンス海路の一部とされている。ベルアイル海峡は、ヨーロッパへ向かう。 最短距離の海峡であり、かつ、ハドソン湾やヌナブト巡州、ノースウェスト巡州へ向かう最短距離の海峡である。しかし海峡が年間を通した航海を妨げている。ことから、カナダの沿岸警備隊は衝突が起こらないよう海上交通情報サービスを提供している。海峡の西部では、ニューファンドランド島のセントバーブとケベック州のブランサブロン島を結ぶフェリーが、 季節限定で運行されている。ラブラドール半島を貫く、新道路、トランス、ラブラドールハイウェイが完成したことでこのフェリー航路は能力が拡充された一方、海峡沿いの孤立した港町を結ぶフェリーは廃止された。ラブラドール半島とニューファンドランド島の間を海底トンネルでつなぐ構想は何度も現れている。1970年代半ばには、 電力線を通す海底トンネル工事が行われようと、たが失敗に終わった。もしこうしたトンネルができれば、おそらく長さ1 7キロメートルほどの海底鉄道トンネルになると考えられている。この提案は、ノバスコシア州へのフェリー連絡に頼る、ニューファンドランド島の交通事情を改善する意図があるが、巨額の費用がかかること、ラブラドールからケベックまでの道路、 鉄道ネットワークが依然貧弱で不安定であることが問題視されている。2003年10月には選挙の結果成立した新しい州内閣が連邦と州政府で資金を出し合い海峡トンネル計画の研究をすることを発表している。ありがとうございます。